ションベンタレかゲーションベンタレくっさくっさおしっこくさい。はい、皆さんこんにちは、平坂です。今日はですね、高知県の大月町に来ております。で、今回のターゲットが何かと言いますと、とにかく臭い魚として有名な、その名もションベンタレ、ひどい名前ですね、を釣って食べます。ションベンタレ、とんでもない名前なんですけど、その名の通り身がおしっこ臭い、おしっこの匂いがする魚が出てくるので、非常に忌み嫌われています。各地でよく取れる磯の魚なんですけども、どこへ行っても嫌われています。ただですね、この高知県大月町では、意外や意外、他にもたくさん美味しい魚がいるのに、割とね、食べられてるんです。魚屋さんとかに行っても並んでることがある。なので、今回はそのションベンタレがどれぐらい臭いもんなのか、そして高知の人たちはどういう食べ方で食べているのかをレポートしたいと思います。今回も最終フィールドは黒潮生物研究所前の海です。これだけ水が澄んでるとね、臭いって言われてる魚でも匂いが薄れて食べられそうな気がしてきますが、どうなんでしょうか。餌は定番のオキアミです。仕掛けはね、ちっちゃい重りと釣り針だけ、シンプル、これだけで釣れると。さあどうかな、サクッと釣りたいよ。サクッといった。ションベンタレか。ゲーションベンタレ。本命です。やりましたね。ションベンタレこと高野ハダイ。これを釣るために大月まで来た。僕が住んでる沖縄にもいないことはないんですけど、少ないんですよ。地域によっては左巻きと呼ぶこともあります。とにかくまずい、とにかく臭いと悪評の絶えない魚ですね。ションベンタレの標準和名、図鑑とかに載ってる名前はですね、高野ハダイと言います。ションベンタレっていうのは三重県などでの地方名、方言としての名前なんですね。で、彼らはですね、匂いの元になりやすい藻類をはじめ様々なものを食べるため、身が匂いやすく、時にアンモニア臭を放つことから、こんなひどい名前で呼ばれています。ところが、冒頭でもお話ししましたが、黒潮生物研究所のある高知県大月など一部の地域ではちゃんと食用魚として認知されています。左巻きですね。これこの時期でも臭いんですかね。どうやったら美味しいですか。どうやるかね。どうしようもないみたいな。それも大きいやつは刺身したりね。ああいいですね。現在おいで煮て、砂糖漬けで煮て食べたり。あ、煮付けですか。あ、いいですね。これをあれ丸焼きでね、本当に取らんと。はい。え、それでいいんですか。また取らないんですか。またもらって一緒に。へえ、それはまたなんかちょっと勇気がいりますね。臭くないんだ。ちょっとそれも気になるね。ありがとうございます。さあ、美味しく食べたいというのももちろんありますし、何より手抜きで臭くなってしまったら、それは元も子もないというか、それで臭いだのまずいだの判断されたら魚も浮かばれないでしょうから、血抜きだけはしっかりしてやります。タカノハダイの種特有の臭みを実感するためにも血抜きだけはしっかりやっておきます。こうやってエラを切って海水を張ったバケツに放り込んでやります。で、しばらくこのまま放っておけば血が抜けていきます。その後ね、地元の方にお話を伺ったところ、このタカノハダイの丸焼き、鱗すら剥がさずに内臓もエラも全部つけっぱなしで、本当に丸ごと取れたまんまの状態で焼いてしまうっていう方と、内臓エラはそのままだけど、この鱗だけは剥がすよっていう方と派閥が分かれてました。ただね、僕はこのタカノハダイを食べること自体ほぼ初めてなので、少しでも食べやすいように、鱗は剥がすスタイルでやっていきます。よいしょ。結構硬いですね、鱗剥がしにくい。
よし、綺麗になったな。よし、あとは焼くだけ。簡単ですね。いい料理だ。これで美味しければ最高。というわけで無事に鱗も落ちて下ごしらえ完了です。で、鱗を落としてもほんのり縞模様は残ってますね。どうなんだろう、この状態では匂いっていうのは。あー、嗅いだ瞬間に磯が見えてきますね。もうすでにこの時点で独特の藻類っぽい磯臭さは感じますね。これ本当に美味しくなるんだろうか。あれかな、臭くても美味しいのか、臭いからこそ美味しいのか、それも結構事情が違ってきますよね。あー、結構きついぞ。結構これはあまり得意じゃないタイプの匂いがするぞ。まあ、とにもかくにも焼いてみましょう。もっともっと思いっきりダイナミックに。あ、すごい。何ですかね、水族館で嗅いだことあるような匂いがします。ギリカショーのプールとかアシカショーのプールみたいな。はいはいはい。それはつまり美味しそう。いやー、あんまり美味しそうな感じではないですね。ですよね。ありがとうございます。醤油で味をつけながら食べるそうなんですが、まあ、一応ね、焼く前に軽く塩を振っておきます。さあ、これでいよいよあとは焼くだけなんですが、うん、不安しかないですね。この開かれてないお腹が恐ろしくてしょうがない。この中にどんな強烈な未消化物と内臓が詰まっているのか。まあまあ、ここまで来たらそれも含めて楽しみましょう。はい、それでは焼かれていただきます。行ってこい。よし、完成です。おー、うまそうに焼けてますね。はい、というわけでションベンタレこと鷹の肌の丸焼き完成です。あー、恐怖しかない。だって水族館の匂いとか言われてるんですよ。イルカショーのあそこの匂いとか言われてるんですよ。まあでもね、大月の皆さんの味覚を信じていただきます。じゃあ早速熱いうちにいただきます。港のおじい漁師さんとか、あとこの黒潮犬の都市の研究員のお話だと、この丸焼きにしたションベンタルを醤油をちょいちょいかけながら蒸しって食べるんです。あ、これ醤油の匂いが立ち上って香ばしいですね。あ、一瞬騙されました。奥の方に磯があります。なんだろう、単純に磯臭いっていうより、あれですね、石ガニに近い匂いがしますね。石ガニとかガザミとかをのこの足の関節に溜まった汚れを洗い流してる時の匂いです。あんま言いたとえではないですけど。じゃあいただきます。あ、美味しいじゃないですか。あ、うまいぞこれ。なんだろう、カニ味噌、カニだな、カニの味がする。魚なんだけどカニの風味があります。なんでだ。へえ、あ、結構これお好きですね。うん、あ、全然臭くないですよ。へえ、どこがションベンなんだろうか。全然おしっこの匂いとかアンモニア臭さとかないですね。藻類の匂いも今のところお肉からですね。すごくね、身がふわっとしてます。しっとりふわっとしてる柔らかい上品な身です。とても100円200円で投げ売られるような下魚の味と歯触りではないですね。ただね、ちょっとまあ皆さんも気づきだと思いますけど、今僕が食べてるの全部背中の身なんですよ。やっぱりなんだかんだで臭い臭いって言われてる原因は彼らが食べてるものにあると思うんですね。例えば海藻だったり。ってことは、その食べたものがたまる胃袋、消化管が詰まってるお腹周りの肉が一番美味しくない説。ちょっとじゃあその危険なハラミを試してみますね。いただきます。うん、あ、ちょっと苦味があるな。あ、でも思ったより全然食べられますね。美味しいな。うん、背中もお腹も美味しいですよ。うんうんうん、あれかな、やっぱり今が真冬だから、その匂いの元になる藻類がそこから消えてるから、動物質のものばっかり食べてて匂いが弱いのかな。ちょっと綿も食べてみる。あ、綿もちょっとほろ苦いですけど、いけますね。あ、これ美味しいんじゃないですか、この魚。実は、やばい、どうしよう。どうしよう。わっくっさ
くっそおしっこ臭い、しょんべん臭い、アンモニア臭いっていうオチを想定したんですけど、美味しいです。そのきっと取れる場所だとか、あるいは取る時期、そして鮮度ですね。それらが全部うまく組み合わされば、正解を引き続ければかなり美味しい魚なんだと思います。今回は、まあ、磯の魚の匂いが消えがちな真冬であったこと、最終時期がで、取った場所も非常に潮通しが良くて、藻類あまり生えていない正常な水場だったこと、そして何よりもう取ってすぐさまその場で血抜きをして、鱗を剥いで冷やして持ち帰って、もう熟成は一切してないです。本来白身魚っていうのは熟成させるもんなんですけど、もう取ってすぐに焼きました。それが良かったのかもしれないですね。臭みが体に回る前に処理できたっていうのが大きいと思います。そしてね、ちょっと懸念してたのが、その熟成時間が全くゼロなので美味しくないんじゃないかな、だから旨味を足すためにお醤油をかけるんじゃないかなと思ったんですけど、これ美味しいですよ。取ってすぐなのにすでに白身にはっきり旨味が、アミノ酸が感じられます。これはいい魚です。あ、なるほどね。そのいろんな美味しい魚介類が取れる高知県の大月で、わざわざなぜ鷹の葉鯛を食べるんだって不思議に思ってたんですけど、そういうことか。これは熱烈なファンが少数ながらもつくのが分かります。他に水揚げされてる、まあ、例えばメジナだったりスズキだったり、そういうものに負けないぐらいうまい白身魚なんですね。そういうメジャーな魚にもね。でこれ完食できなかったらどうしよう、半分はもう黒潮犬の研究員さんたちに押し付けようとか企んでたんですが、俺はねあげたくない、みんなに。僕一人で食べたい。まあでもな、食べたいだろうから食べさせてあげようかな。これ利野さん、鷹の葉鯛食べるの初めてですか？いや初めてですね。食べたことないですし、食べようと思ったこともないですねそうですよね、はい、他に美味しい魚いっぱいいますもんね、高知は。そうですね、香ばしい香りがして、はい、ん？あ、美味しい。臭みとかないですね。独特の風味はありますけど、嫌なものではないですよね。そうですね。じゃあお腹の方の、はい、いただきます。お、がっつりいったな。ん？うん、なんか腹当苦さがありますね、ちょっと。ね、なんかほろ苦い味ですね。うん、いやでも美味しいですよ。美味しい。むしろその腹わたを直に食べても、うん、おえっとならないだけ。かなり予想外というか。マジですか。じゃあこの肝臓いってみますね。はい、はい、チャレンジャーだな、いってください。うん、あ、肝美味しいです。おお、うん、身だけじゃなく、うん、臭みはないですね。ですね、うん、噂に聞くその悪名とは真逆の評価ですね。美味しいですね。ね、うん、びっくりしました。いやー、よかったです。うん、これであの、なんだろう、その研究員の間で押し付け合いになるのかなと思ったんですけど、これは無事に僕らだけで完食できそうですね。そうですね、ちょっともうちょっと食べてそう、結構止まんなくなりますよね、うん、じゃあ今後もし鷹の葉鯛が釣れたら、うん、いやもう一回食べてみようと思います、ね、おー、それぐらい高評価。はい、いや美味しいですね、うん。じゃあこれが果たしてこれから春夏秋とずっと美味しいままなのか、うん、季節によって味が変わっていくのか、その辺も興味深いですね。そうです、夏の鷹の葉鯛チャレンジしてみたいですね。ねえ、うん、その時はぜひ一緒にトライしましょう、はい、そうですね、よろしくお願いしますよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。というわけでションベンタレこと鷹の葉鯛、全くションベン臭くありませんでした。非常に美味しかったです。ただそれは様々な要因をクリアしたからこその味だったわけで、まあ、例えばこれがね、真夏に釣り上げて雑に処理して持ち帰った鷹の葉鯛だったりするときっと食べられたもんじゃないんじゃないかなと思います。あとね、すごく不思議だったのが、いかにも匂いの原因になりそうな内臓を取り出さずに丸焼きにしてしまうという調理法。最初はね、当初は鷹の葉鯛みたいな下魚、安い魚にそんな手間をかけてられるかっていう雑さから来るネガティブな調理法だと思ってたんですが、食べてみてちょっと分かりました。これは下手に腹を裂いて消化管とか内臓を傷つけて
そこから匂いが身に移ることを考えると、むしろ全く包丁入れずに丸焼きにして美味しい身の部分だけを丁寧に蒸して食べる、それがこの魚のベストな食べ方だという大月の漁民たちの先人の知恵だったんじゃないかなと思いました。いや、非常に考えさせられて学ばせられる食事でした。いや、今回も勉強になりました。ありがとうございました。というわけで今回は以上です。またね。最後にお知らせです。今回ね、僕とコラボ企画がスタートした黒潮生物研究所なんですが、実は研究所独自の YouTube チャンネルも開設されています。研究活動の様子だとか、あるいは研究所での日常の一コマを切り取った動画が公開されています。海洋生物の研究者あるいは研究チームが実際にどういう活動をしているのか具体的に知ることができる貴重なチャンネルです。これからね、僕も動画にちょいちょいお邪魔しますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。僕の方もお願いします。というわけで今度こそバイバイ。またね。いや、これは美味しくないぞ。